はい、東京都出身高校2年生16歳の相田ジュリーです。血液型は O 型です。よろしくお願いします。初めての雑誌の撮影ですごく緊張したんですけど、なんかメンバーとの撮影とかはすごく楽しみながら、なんかすごい天気も良くて、なんか楽しくできました。埼玉県出身15歳高校1年生天野コナーです。今は分からないことばかりで大変な日々なんですけれども、たくさん練習してたくさん成長して皆さんに、あ、ちょっと待ってください、飛んじゃいましたごめんなさい。はい、今は初めてのことばかりで大変な日々ですが、たくさん練習してたくさん成長してメンバーとファンの方々と一緒に楽しめたらいいなと思っています。よろしくお願いします。今日は初めてのブブカさんでの雑誌撮影だったんですけど、写真を撮られたりすることが本当になくてすごく緊張だったんですけど、メンバーのみんなだったり支えてくださる大人の方々だったり関係者の方々、スタッフさんに支えられて頑張ることができたので、とても楽しかったです。ありがとうございます。見てください。はい、市原由美、福岡県出身18歳です。よろしくお願いします。今日はブブカさんでの雑誌の撮影でした。すごい緊張して、でもみんなで一緒に楽しく撮影できたので良かったです。すいません、なんか普通のことしか言えなくて、いっぱい、はい、たくさんの方に見ていただきたいです。大阪府出身高校2年生16歳のエスミレノンです。前の写真撮影からの2回目なんで、前よりはまだ早く撮り終われたかなっていうか、ちょっとだけ慣れたかなみたいな感じは前よりかはしてますけど、やっぱり写真自体あんまり撮り慣れてないので、めっちゃ緊張したし、なんか何のポーズ撮ればいいかとか全然わからなかったんで、ちょっと家で研究したいと思います。ちょっとなんか雑誌で自分載ってるとか、なんかちょっと違和感でしかないんですけど、ちょっと買ってみたいと思います。大阪府出身高校3年生17歳の大志田美月です。好きなことは歩くことです。ブブカさんの表紙を飾らせていただきました。雑誌の撮影とかすごい初めてで、なんかどんな表情とか何すればいいとか全然分かんなかったんですけど、カメラマンさんがすごい優しくて楽しかったです。よろしくお願いします。大西葵です。東京都出身高校2年生16歳です。好きな食べ物はオムライスです。オムライスの中でも、なんか私の作るオムライスはなぜだか知らないけど味がしないんです。それで母が作るオムライスは味がするんですけど、私が作るオムライスは味がしなくて、まあ味がしないんですけど、まあ食感、まあとにかく美味しいなと思って、オムライス、自分の作る味がしないオムライスが好きです。でもオムライスも全体的に好きです。はい、めっちゃ思ってたのが5000倍ぐらい難しくて、次はちょっともう次があるかわからないですが、まあもう少し上手にできるようにしたいと思います。はい、はじめまして、兵庫県出身高校3年生17歳の高橋舞です。これからたくさんのことに挑戦していって、たくさんの場で活躍できるように頑張ります。関西魂かましていきます。よろしくお願いします。今日はブブカさんの雑誌の撮影をさせていただいたんですけれども、すごく緊張したんですけど、スタッフさん方がすごく優しく接していただいて、もうなんかこうやって撮ったらいいよとか言ってくださって、すごい楽しんで撮影できました。ありがとうございます。神奈川県出身17歳高校3年生の福山萌香です。もともと私はイコールラブさんとロットイコールミーさんが本当に好きで、
イコノイファミリーって言うんですかに加えていただけたことを本当に嬉しく思っています。その私たち自身の色も今後出していけたらなと思ってます。なんかすごい楽しかったです。撮ってくださってる方とか、あとそのメイク直してくださってる方とか、その周りの方々がみんなすごいフレンドリーじゃないけど、なんかこう撮影しやすい環境をなんか作っていただけてたので、全然緊張しなかったです。自分たちがここに乗るなんか想像がまだつかなくて撮影終わったんですけど、なんかどんな感じになるのかなと思って楽しみです。はじめまして、イヤリーイコールジョイの藤沢莉子です。埼玉県出身の18歳です。私は、皆さんに愛されるように、パフォーマンス含め、頑張っていきますのでよろしくお願いします。また12人揃っての撮影だったんですけど、やっぱりまだ表情がちょっと硬いなって自分で思ったのと、もうちょっとポーズのバリエーションをできるように勉強したいと思います。でも今日はみんながいたので自然と、もっと笑えばよかったなって思うんですけど、作った笑顔っていうかは自然と笑えたかなと思います。はい、ありがとうございます。福岡県出身18歳の村山優香です。私はメンバー唯一のポニーテールの宣材写真なので、ポニーテールで覚えていただけると嬉しいです。今日の雑誌の撮影は初めてグループとしてのお仕事ということで、すごく昨日の夜から楽しみにしてたんですけど、すごく楽しく撮影することができました。学生卒業したけど、まあ、制服だし、ちょっと高校生活というか、なんかこう懐かしみがすごくありました。こうどういう感じで乗るかとか、こうインタビューもしていただいたので、どこを撮られているというか、楽しみで仕方がありません。よろしくお願いします。神奈川県出身、高校2年生16歳の山田桃香です。今ニヤジョイの初めての雑誌の撮影が終わりました。最初は表情とかもなんか分からないことがあったんですけど、カメラマンさんやスタッフの皆さんがなんか可愛いとかいろいろ言ってくれたので、いただいたので、なんかリラックスして撮影することができました。制服っていうのもあっていい感じに写真が撮れたと思います。皆さんぜひチェックしてください。大阪府出身、15歳山野有栖です。血液型は A 型で、好きな食べ物はエビです。好きな動物は猫です。今日の撮影は、なんか、あ、もう一回いいですか？なんか撮影初めてじゃないな。雑誌の撮影が初めてだったんですけど、なんかポーズとかカメラマンさんが決めてくれたりしたので楽しく撮れました。緊張したんですけど、いろいろアドバイスとかくれたりして大丈夫でした。よろしくお願いします。4月30日、私たちが掲載されているウェブから9月号が発売されました。ぜひ手に取ってみてください。